ございます。まずはオープニング曲のね、アライオットオブエモーションが発売になりました。もう発売してます。各配信ストアで発売します。よかったらね、買ってください。そのショートバージョンのね、まあ PV とは言わないけど、まあスポット動画みたいなのをあげました、この前。まあそれを聞いてもらってもいいんで、もしよかったら買ってください。あと特典として今まで、まあ G1、 基本芝 G1 しかやんなかったんですけど、まあ札幌記念のね、予想動画を買ってくれた方に競馬チャンネル限定でプレゼントします。なんか買ってくれた方はね、まあ買ったってわかるあの画面をね、スクショして LINE で送ってくれれば、札幌記念の予想動画をね、土曜日にプレゼントするんで、よろしくお願いします。特典としてね、曲のコンテンツ自体はね、まあ自信あるんでね、まあ普通にいい曲だと思うんでね、よかったら買ってください。今のところね、3連勝して3連敗というアップダウンが激しいね。まあ本当に東京マイルは悔しかったね。本当に気合い入れていったからね。まあそれでもね、予想はまあ割といい予想してるんでね、まあ他のね、競馬 YouTuber と比べてもね、多分いい予想してると思うんでね。それはもう間違いないと思うんだけどね。NHK マイルカップとビクトリアマイルね、両方3頭に印打ってるんでね。まあ、そんなにずれてはないと思うんでね。まあ、今週も頑張りますよ。こっから気合い入れて。あと、残り4レースね。芝 G1。頑張ってきますよ。プラス、曲を買ってくれた人のね、札幌記念。1レースプラスやるんでね。ちょっとね、俺自身はね、連続して続いててね、予想と動画の生活はね、結構きついけどね、まあ、それでも曲も発売したことだし、まあそっちの方もちょっと忙しいからね。まあでも去年よりは楽だね。去年のデビュー曲の時よりはずっと楽だね。2曲目ってことでもう慣れてるし、まあ無駄なことは省いてるしね。まあ競馬を第一に考えようと思ってね、去年の思いはしたくないからね、去年の秋のような思いは。だからまあ、悔いの残らないように毎週予想はしてきます。あんな悔しいことはないからね。じゃあ行きますか。じゃあ今までの本命成績、1着14回、2着5回、3着3回、着外35回、勝率 24.6%、連帯率 33.3%、副賞率 38.6%、単勝回収値99円、副賞回収値60円と、また100円を切っちゃったね。まあこの100円近辺をうろうろしてるんだけどね、単勝回収値が。ちょっとね、跳ね上げたいよね。まあ、ノームコアとかね、当てればもう跳ね上がるんだけどね、単勝回収値も。まあ難しかったね。じゃあ行きますか。オークス予想を。2019年、オークス。本命は2番、クロノジェネシス。オッケー、来たぜ来たぜ、クロノジェネシス。まあね、じゃあまず傾向から行きますか。オークスの。まあ、毎年言ってるんですけど、まあ、オークスの傾向としてはね、実力通りに決まると。もう、人気順に決まる。まあ、そんな感じですね。本当に、実力通り決まる。まあ、なんでかつ、このオークスはスローの瞬発力勝負になりやすいし、あんまり進路も、こう、邪魔されることが少ないんだよね。まあ、大体が桜花賞から来るから、まあ、急な距離延長800メートル伸びるから、みんなそろっと、ね、出して、気使ってね、スタミナを気使うからスローになって、まあ、瞬発力勝負なんだけどね。まあ、牝馬は大体そうなるからね。まあ、本当に実力通りのね、切れ味勝負になるから。だからまあ、硬いんだろうけどね。まあ、NHK マイルカップとかね、ビクトリアマイルはちょっとね、求められるところが全然違うんでね。あっちは瞬発力だけじゃ勝てないところがあるからね。実力通りには決まらない。まあ、ある意味実力通りなのかもしれないけど。まあ、不利も受けやすいし、あっちは。こっちはまあ、不利も受けづらいし、切れ味勝負になっていくと。スローっつってもね、もうダメなまあもうどんどん沈んでっちゃうから、全然前と引き離されて、全然勝負にならないから、まあ、本当に実力がある馬が勝つ。っていうか、上位に来るっていう。って感じですかね。馬場に関してはね、引き続き高速馬場なんだけど、まあ、先週よりはちょっとは遅いような気もするんだけどね。そんな感じかな。血統面でのね、傾向を言うと、大きく、父サンデー系、母父ノーザンダーサー系のね、組み合わせがすごく良くてね。
まあ本当にスタンダードだね。決闘もスタンダードな組み合わせがよく走ると。それでまあそれでね、本命のクロノジェネシスなんだけど、まあちょっとね、決闘の評価はね低いんだけど、まあ先週のノームコアが勝って、まあババは大丈夫だと思うんだけど、この舞台としてはあんまり決闘評価はかなり低く取りましたね。バゴはそんな良くないと思ってるんでね、そのさっき言ったサンデーとノーザンダンサー系の組み合わせでもないし、低く取りました。まあでも桜花賞ね、若干追いづらそうにしてたしね、まあ外を回してたし、まあシゲルとは全然通ってる、コースが違うんでね、シゲルはスル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 何の不利もなく内を通ってきた。それ見てもまあダノンはグランにね、付き合った分、ちょっと、きつい競馬をしたと思うんだけど、クロノもちょっと外回した分、きつかったのかなと思って。切れ味もね、抜群で、クロノジェネシス。まあ、32秒、33秒台、バンバン炸裂してるし、上がり3ハロン。で、位置取りもね、そんなに悪くなくてね、ちょっとかかってたけど、それでもまあ、今回も内枠なんでね、ずっと内で足痛めてかかっても大丈夫な感じで、道中、中段ぐらいで進めて、上がり勝負に かければね、まあ、来ると思うけどね、もう間違いなく。中段で溜めても上がり、ね、3番以内に入れば、絶対とかもうほとんど馬券圏内に入るからね、このレースは。まあそんなに、だからスローだからスタミナいらないと思うんだよなぁ、オークスは。東京実績もね、東京2勝してるし、まあ実績も確かだと。まあ直線も、ね、まあ、オークスばらけるから、そんなにぐじゃ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 しないから、まあ、本当に実力馬が抜けちゃうから、能力低い馬は全然ついてこれなくなっちゃうから、最後。だからもう、まあそこは大丈夫だと思うけどね。北村ジョッキーでも普通に来てくれると思うけどね。そんなとこかな。そうだね。本当に上から印打ってるようなもんだから、人気の。最初ね、一番人気はね、ラブズオンリーユーっていうのを本命する、本命になるかと思ったら、ちょっといろいろ見てったらダメで、ちょっと怪しいなと思ってきて、やってくうちに。評価は上位ではないですね。一番人気のラブズオンリーユーは。まあ、ショート数だけっていうのもあったで、まあ、上がりは早いんだけど、全部。ショート数だけっていうのがまずあって、あと、レースレベルもそんなに高くないと。レースしてきた相手もそんなに強くないと。一番人気。ショート数なんだよな。スタートそんな良くないんだよな、この馬。で、ミルコだからさ、かなり後方になる可能性が高いと。まあ、切れ味勝負つっても、いる位置は後ろすぎるとやっぱり不利で、中段より前から5番手からまあ最悪でも10番手まで。5番から8番手ぐらいまでが一番いいんだけど、あまり3位以内で出せばもう高確率で来るけど、このラブズオンリーユーはな、もっと後ろな可能性があると。で、実際の実力はまだわからないと。だったら下げちゃっていいかな。なんだっけ、アドマイヤミヤビとすごい被るんだけどね、これ。この来ても3着みたいな感じが。上がりは1位なんだけど3着みたいな。そんな感じすげえするけどなぁ。アドマイヤミヤビチ州が。だからまあ、最初はね、もうやっぱりね、DMM の馬はね、もう本当にね、すべて好条件な感じの環境を作るからね。血統から何から何まで。でもこれ結構罠になって、なることが多くて、ちょっと罠っぽいなと思って、罠とかまああとオッズもね、一番人気だし、でまあマイナスする材料も結構あるからね。だからまあ買うけどやっぱり下の方にしましたね。まあでもこの中でまあ穴っつっても穴じゃないけどね、今回やっぱその人気順と印順がそんなに変わんなくて、だからおすすめ穴馬っつってもまあそんなにいないんだけど、まあ一番穴っつっても7番人気のウィクトリア戸崎騎手の、まあこの馬はまあフローラーステークス勝ってて、まあ切れ味もあって、まあフローラーステークスね、あれレースレベルそんなに高くなくて、まあレースレベル相手とか全然弱くて、この馬ね、前詰まってて、最後200メートルしか追ってないから、まあ、着差以上に実力あると思ってて、
で、まあ、テンエンも出てるし、まあ、ケットはね、あんまり評価しなかったんだけど、もうね、本当に、戸崎騎手にはね、まあ、本当、ごめんなさいと、最近、本当、自分が損してるだけだから、謝る必要もないんだけど、ちょっとね、戸崎騎手、乗れてるからね、本当に、本当に評価、ちょっとね、戸崎騎手のマイナス面をね、すごく、見つけてて、でももうそれも解消されちゃったと思うんでね、まあ、東京だし、乗れてるし、修正しました。戸崎騎手の評価を、シーズン中に。もうちょっとこれは無理だなと思って、すごいなと思ってね。もうほんとよくわかんねえ騎手なんだよなぁ。まあ、ビクトリアは3番手にしました。血統は評価してないけど、まだまだ上積みがあると思ってね。今週の新内競馬新聞はね、女性予想家をね、ちょっと一人入れました。オークスってことなんで。だからまあ、まだまだね、募集してるんでね、ダービー、安田記念、宝塚記念も、どんどんどしどし LINE から来てください。全印と、買い目と、新内競馬新聞は、ブログの方を見てください。実況動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。OKOPTV 競馬チャンネル、行くぜ！